やれって言われちゃってる。何も言ってないいやいや、女子の奥さんの奥さんが顔いや、星の こいつ調子乗っとんですか。いや顔見たら調子乗っとる顔じゃないですよみたいな。俺で調子乗っとったらこいつやばいでしょぐらいの勢いで。本当ね、もうそういうなんか扱いが。おもろいね。はい。やらないって言われて、調子乗っとるって言われて。さあ、いいですよ。いいですよ。はい。さあ、スタートしましょう。違うどっちだ。順番から言うと元山線号ですよね。黄色いのがスウェーダンです、ね、はい、黄色がスウェーダン。いいっすよ。いいですよ。スタートしてください。はいはい、そうそうそう、そうやって、ね、合わせて回答してください。はい、結構いいですね。出来上がり。スウェーダンも結構やるやつなんでね、これ面白い体験です。からのスピン、はい、元山さんがこれ今日当たってなかった、お前何当ててくれとんねんって。もうすでに当たってますか、まあ、エッカぐらい。僕当たりますよみたいな話をスウェーダーがしたら、まあいいよ今日。あ、でも当て返すか元山さんみたいな。黄色いポニーに黒い跡がつくか。そんなキャラじゃないですけどね。あ、来ました来ました来ました、やり返しますよこれ確実に。ですよね、決まりだねこれ。はい、立ち上がりは元山で OK です。はい、立ち上がったのは元山先生。そんなに北島さんって面白い人ですよ。いやいや、そんな本当ね、宇都宮さんの奥さんがね、もうやたら俺に絡んでくるんですよっていうネタで。ゆいちゃんぐいぐい来るっす。ぐいぐい来るよね、ゆいちゃん。ゆいちゃんだけに、ゆいちゃん来すぎでしょぐらい来るっす。俺の顔見るなり、この人って眩しくて眩しくないし、だから大体最近それがね、D1 でも定着するようになって、大体俺見られた眩しいから。いやいや、ここピットの中やし、眩しくないし。じゃあ今度貧しいって言ったら、貧しくはないかな。うん、でも結構貧しいかな、あのちょっとお金かかったから。よし、じゃあスタートしましょう、気を取り直して。で、なんで気を取り直すの。気を取り直しましょう、貧しくはないんですけど。もう離されてる。すでに離されてる。炭素同士。炭素同士。炭素だと。さあ、ここで。意外とね、目黒君が意外と悪くなかった。目黒君良かったですね。原君はね、ちょっと出過ぎな気がしなくもない。やりすぎた感じ。
決まりだね。決まり。そうですよね。うん。はい、決まり。はい。こんな塩梅と。これ勝ち上がれば腹で出てくる。はい。勝ち上がったのはゼッケン5番腹。今のグイグイ感。グイグイ感。腹の勝ちで目黒さん。残念。ガッツリと入られてしまう。ガッツリと入られてしまう。あそこ最後がちょっとうさんくさかったんだけど。俺の見解としては審査員席超えるぐらいまでが64派だった。最後でちょっとうさんくさで減って、はい、行こうと行こうと。目黒さんが残ってるよ。目黒さんが残ってる。逆ですよ。逆ですよ。アラ君が勝ってますよ。勘違いしてる。逆ですよ。タイヤ変えるとか。逆ですよ。あ、いいに行っとる。ちょっと恥ずかしい。メグロ君、おい、これじゃねえのかあるっすよね、こういうのね。でも、コンマ5だったら分かんないよね。コンマ5、コンマ5で1の差がついちゃってよかった、よかった、というね。今、続きまして、来ました。第19番で、中村。中村対、ヤマト。ヤマト。中村君、カラカラテープくれたの。そう、それ。赤上げて、白上げて、黄色上げないで、赤上げないで、そんなにできない。黒上げて、黒ないし。あれ？順番がさっきと。からよかったね。完全に流されたもんね、今。はい、来た。64ヤマト。64ヤマト。ヤマト。ヤマトがどうてるか。多分ね、新婚ヤマトが。新婚ヤマト。新婚ヤマト。新婚生まれたんですよ。いや、まだ生まれないけど、もう、生まれるのを待ってる。パパ頑張るか。完全に。これってことは、もう一回死んでもらいますか。もう一回です。もう一回です。死んでもらいましょう。もう決めてる。これもうそろそろね。もう決めてる。体力の。もうそろそろね、シューってなってきてる。これもう中村さんちょっと年ですからね。そろそろ体力の限界が。車も偉い。さあ仕留めれるのか。あんた入らないんだから。来たけどちょっとちっちゃいね。俺的には普通にツイン乗りぐらいかな。そうだね。別にびっくりするほどのツイン乗でもないから。彼はもっとできるはず。できるはず。できる人は辛いですね。こういう時の審査。辛くなっちゃう。辛くなって辛から手だけ辛い。
決定です。勝ち上がり鉄拳1番中村。もうフラフラしてると思います。水くれみたいな。水か、水はない。俺さっき思ったことしてる。水って。あんだけ走れば絶対ない。車にかけなきゃ。水に言うと車にしようとか。誰も水を持っていかないし。1号体験。なんかちょっといつもより眩しい気がする。いやいや。ちょっと。ああ、来ますよ、来ますよ、ここから。肌の色これ合わせれそうそう。ほんまか。ちょっと肌の色逆な気がする。大阪かな。ああ、来ました。白とか気にしすぎて、これ車のカラーリングなのか枠のあれか分かんないから、どっちがどっち。いやでもね、まあどっちもどっちでしたよ。まあ僕が言うのもなんですけど、審査員じゃない僕が言うのもなんですけど、どっちもどっちです。さあここで白黒決めてほしい。ややこしいね。いや、その枠の色と一緒。このままなんだ。分かりやすいね。はい、分かりやすい。実は分かりやすい。さあ、今日の最後がちょっとね、違うので、そうかね、やりにくいでしょうね、多分。飛び込んできた時の角度、これ、うん、まっすぐついてくるのは減点だよっていう、あの86を使っての審査基準がまさに出ちゃった、出ちゃった、ついていけばいいんじゃないんだよと。あとラインがちっちゃい、ラインがちっちゃい、まあ投げようとしたらそうなるんですよ。追っかけモードになっちゃうんだよね。いやもうあっちでいい加減にしてくれ。